はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は私たちの生活と文化の役割っていうことについてやっていきたいと思います。教科書は18ページ19ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。人類は長い歴史の中で文化を作り出し、時代とともに変化してきました。より良い暮らしのため文化を正しく役立てることが大切ですよという形になっていきます。それではまず、この2ページの太字見ていきたいと思います。4つですね、文化 E、 科学 E、 宗教 E、 芸術 E というふうになっています。はい、全部 E ですね。はい、っていうのも正直もテストを作る側からしたら、まあ確かにこの文化とか科学とか宗教とか、芸術っていうのは大事なんですけど、問題としてまず出しづらいです。何々を何と言いますか、宗教みたいな問題はまあほぼ作れないので、テストに出ることはまあまずないと思います。はい、なのでまあ今回のページに関してはそこまでその前のページですねが大事だったっていうのもあって、あんま大事だないというか、そういうページになっていきますので、とにかく時間がねえという人はまあここのページは飛ばしてもらっても大丈夫かなというふうに思います。はい、それでは具体的に内容について見ていきたいと思います。はい、文化ですね、今回はその日本の文化についてやっていきます。そもそも文化っていうのは何ですかという話なんですけど、文化っていうのは人々が自然や社会の中で生活するうちに少しずつ形作られて共有され、時代を超えて受け継がれてきた生きる知恵とか財産なんですね。人類っていうのはまあ生まれてからというか、まあ日本人ができてからだいたい2万年とか1万年とか経っているわけですね。そういう長いスパンで生活していった中で、日本人らしさというか、日本人だからこそこういうのを大事にしてきたとか、この時代はこれを大事にしてきた、この時代は逆にこれが大事になってきた、だからその大事なものが受け継がれてきたよっていう風になっていって、私たち自身がこの日本で生きる上での知恵とか、あとは長年受け継がれてきた日本人による財産、これは形があるもの形がないものっていうのがあったりします。はい、そういったのが文化というふうに言えます。そして文化っていうのは時代とともに変わりつつあるんですね。私たちの生活とか生き方っていうのは地域とか時代の文化に影響を受けているんですけど、文化自体も社会の変化とともにそれに伴って変化しているんですよね。文化っていうのはこれっていうのももちろんあります。ただしそれが上手に時代を経て変わっているっていう例もあるんですね。じゃあ日本の文化ってどんなものなのっていうと、文化って言われたらもう無限にあるわけですよね。例えば例で言うと日本語を話すとかも文化なんですよ。他にも挨拶でお辞儀をしますとか、あと箸を使って食事をするとか、日本の科学技術とか、日本の宗教、まあ仏教とか、神道とかっていうのも文化だし、あと芸術ですよね。日本の小説とか、日本の映画、日本のアニメ、こういったものも文化になっていきます。はい、そういった文化がたくさんある中で、今回のページでは特に3つに着目して、その文化を見ています。科学、宗教、芸術です。科学っていうのは私たちの技術ですよね。私たちっていうのは様々な技術を発展させて人々の暮らしをより便利に、より快適にしてくれました。私たちが現在、快適に生活できるっていうのは科学技術が発達したからですよね。人々を上から救う、まあ、食料問題ですよね。食料がうまく科学によってたくさん生産できるようになった。遺伝子組み換えでより甘く、より美味しい植物、作物、野菜っていうのを、作れるようになってきた。これによって私たちっていうのは食事が当たり前のように取れるようになっていきました。さらに移動ですよね。移動の科学技術も発達したことで、今までは徒歩だったものが車とか飛行機、電車っていうのが発達していったと。さらに、医療の進歩によって健康を増進させて、私たちは当たり前のように健康で生活できる。ちょっと体調が悪くなったらすぐに病院に行って薬とかをもらえる。今まではその何百年前とかは死んでしまった病気っていうのを現在では当たり前のように治すことができる。それによって寿命を伸ばしてきました。この科学っていうのは私たち日本人以外にも
世界の人々を豊かに快適にしていったっていうことがあります。しかし命をめぐる新たな課題っていうのも、提起されているわけですよね。例えば安楽死の問題であったり尊厳死の問題、さらにはクローン技術とかで人とかを増やしていいのとか、遺伝子組み換えをすることで、より美味しい植物を食べれるけど、美味しい作物を食べれるけど、それってどうなのとかっていう話とか、じゃあそれって野菜ならいいの、動物でもいいのとかっていう問題があったりとかしています。続いて宗教ですね。宗教っていうのはもう人類が生まれてから、世界各地で、登場しているものになります。人間っていうのは昔から人間を超える力、例えば自然災害とかっていうものは、人間ではどうにもなりませんよねっていった中で、神様とか仏様とかっていうの存在を考えて、信仰していく、より幸せな人生を、そして死んだ後私たちは天国極楽浄土に行くためにっていうことで、より宗教について考え、そしてその宗教をもとにより良い生活を追求していったっていうことで、私たちの生活、特に現在の日本人っていうのは宗教なんですかって言われた時に、いや私は別に宗教はとかっていう人が多いんですけど、実際に私たちっていうのは当たり前のように、神道ですね、神様っていうのを信じていて、生活の中に溶け込んでいる、ものになっています。はい。そして最後芸術ですね。芸術っていうのは、音楽とか、絵画、絵ですね、そして小説とか、映画とか、映像とかもそうなんですけど、人々を精神的な面で豊かにしていきました。今までは、その今までって言っても、まあ、昔は生きていくだけで精一杯だったんですね。戦争とかがたびたび起こっている、もしくは食料がないっていう時代においては、そういった余裕がなかったので、とにかく生きるために田んぼを耕さなきゃいけない、とにかく生きるために戦争を勝ち抜いてまずは生きるっていうことが大事だっていう時代じゃなくて、今は戦争もあんまり、まあある場所もありますけど、まあ日本でいうとあんまりないですし、食べ物がなくて死にそうですっていう人はあんまりいない。そうなってくると余裕が生まれて、さらにその余裕を使って私たちの生活を豊かにしていくために、好きな音楽を聴いたり、好きな絵を見たり、好きな小説を読んだり、最近で言うと好きなアニメを見たり、好きな漫画を読んだりっていうことで生活をより豊かにしてきました。このように科学、宗教、芸術っていうものは私たちの暮らしっていうのをより豊かにしていくことに、貢献してきました。ただしそういった科学、宗教、芸術っていうのがその私たちの生活を豊かにしていく反面、課題っていうのもあるんですね。まあ最近でもないんですけど、まあ近年起こった問題でいうと、例えば東日本大震災での原子力発電所の技術、確かに原子力発電所っていうのは今までみたいに石油を燃やして二酸化炭素を出すとか、限りある資源を燃やすとかっていうわけじゃなくて、まあクリーンなエネルギー、二酸化炭素も排出しないし、資源もそこまでそのなくなってしまう資源を無理やり取っているわけではないっていう風な形でいいじゃんっていう風に使われていたんですけど、しかし2011年東日本大震災によって原発事故が起こりました。これによって周辺に住む多くの人々がそこの地域に住めなくなったりとか、風評被害って言ってそこで作られた作物って放射線の影響を受けているんじゃないのっていう風に変われなくなったりしてしまったっていうことで、多くの影響を与えました。まあ、負の影響ですね。はい。これによって、確かに科学技術って活用すると便利になるんだけど、便利だけじゃない危険性も同時に存在するんだよっていうことを強く私たちに、認識させるようになっていきました。世の中には、異なる宗教を信じている人の対立も起きていますよね。宗教でいうと、まあ、日本ではそこまでそんなに宗教対立ってあまりないんですけど、海外とかで行くとその宗教の問題で戦争が起きてしまったりとか、迫害を受けたりとかってしまうのもあったりします。こういったように科学、宗教、芸術っていうのは私たちを豊かにしていくだけじゃなくて課題もあるんですね。
なので私たちはその現代社会を過ごしていく一員として、より良い暮らしとか平和の実現のために文化を正しく役立てる、まあ、これが大事になっていきます。はい、というわけで今日は私たちの生活と文化の役割っていうことについてやっていきました。私たち日本人っていうのは長年その日本で生活していく中で様々な文化を作っていきました。より豊かに生活をしていくために科学技術を発展させていきました。さらに昔から宗教っていうのを信じてより良い生き方っていうのを追求していきました。さらに最近で言うとその余った時間をより幸せになれるように、音楽小説を見たりとかっていう風な、より良い生活にしていきました。このように文化っていうのは私たちを豊かにするものなんですけど、しかしじゃあ文化を過信して使ってしまうと東日本大震災の時の原子力発電所みたいな例とか宗教対立っていうのが起きたりします。私たちっていうのは文化をより良い暮らしのためにっていうところも必要なんですけど、より平和な実現のため、そしてさらに持続可能な社会、まあ3時間ぐらい前の授業でやったんですけど、持続可能な社会を実現していくために文化を正しく役立てるっていうところが重要になっていきます。